窓から見えたのは、これは硫黄島勤務を命じられたある自衛官の話です。その自衛官は霊感が強い方だったのですが、怖いもの知らずだったのか、転勤を断らず命じられるまま、厚木基地から硫黄島便で島に向かいました。航空機が硫黄島上陸に差し掛かった時です。機体が島への着陸態勢に入ったところ、その自衛官はこれから勤務する硫黄島を空から一目見ておこうと窓から外を覗きました。うわー！すると、なんとそこは大日本帝国の軍服を着たたくさんの軍人たちが滑走路に整列していました。そして自分が乗っているこの機体に向かって棒振れ、軍隊で仲間に対して聖棒を頭上で回して見送る儀式をしていたそうです。結局その自衛官は恐怖で航空機から降りることができず、そのまま本土にとんぼ返りしたそうです。ですので、少しでも霊感のある自衛官は硫黄島での勤務を皆断っていました。敬礼。今回は自衛隊硫黄島心霊現象体験談、過去の動画の再編集です。元硫黄島勤務の海上自衛隊員に調べていただきました。彼の知っている硫黄島での心霊現象、枕元に立った軍服を着た男の敬礼、天皇陛下訪問により静まった心霊現象とは、そして彼自身が体験した心霊体験とは、自衛隊応援部隊リンゴ隊です。硫黄島生活を経験した元自衛隊員金槌です。硫黄島を知っている方はたくさんいると思いますが、第二次世界大戦において最大の激戦地の一つ、硫黄島の戦いでは、栗林大将率いる日本軍2万2000人のうち 96% が戦死または行方不明になっています。そして、米軍でも7000人近い死者と2万人の戦傷者を出しています。硫黄島には、たくさんの戦死者が、未だに土の中に埋まったままの状態です。だからでしょうか、硫黄島に駐在する自衛官たちは、たびたび心霊現象に悩まされていたそうです。その中でも、特に有名なエピソードと、皆さんのお話を紹介します。大日本帝国の軍服を着た男。次は、私の先輩が昔、上官から聞いた話です。上官が硫黄島をランニング中に、土に埋もれた、何か、白い骨のようなものを見つけました。上官はそれを拾って、丁寧に土を拭き取り、所属長に報告し、確認したところ、やはり人骨で、その後、タイで丁寧に供養しました。その日の夜、上官の枕元に大日本帝国の軍服を着た男が現れ、敬礼した後、ありがとうございます、と感謝の言葉を送られました。静まった心霊現象。数多くの心霊エピソードがある硫黄島ですが、平成6年2月12日、天皇陛下による硫黄島慰霊訪問を境に、心霊現象は激減しました。天皇陛下は硫黄島の天山慰霊碑と鎮魂の丘にてご拝礼されました。それから硫黄島を取り巻く空気がガラリと変わったと言われています。きっと祖国のために最果ての島で米軍と戦って散っていった2万人近くの英霊が天皇陛下の慰霊により穏やかに成仏できたからかもしれません。私が硫黄島勤務の際、天皇ご訪問前にも硫黄島で勤務したことがある年配の先輩が、天皇陛下が訪問する前の硫黄島では、夜は怖くて、一人で大社の外を出歩けなかった、と言っていたのを覚えています。ちなみに、私が硫黄島勤務時、夜も一人で歩いていましたし、当直の際も夜中一人で見回りもしていました。唯一の私の身に起こった心霊現象を言えば、硫黄島に転勤してきて当日の夜、部屋で一人でくつろいでいると、テーブルの上の紙コップがパーンと音を立てて2メートルくらい弾け飛んだことぐらいです。くらい、2メートルくらい弾け飛んだ？すごい話なはずだよ。他の硫黄島勤務経験者のお話では、硫黄島は幽霊、英霊が出るって噂がある。僕は防大時代に一度行ったけど、同期の一人は突然取り憑かれたかのように寒気がして体調不良になってたし、石ころ一つ持って帰っても取り憑かれる話を何度も聞いた。小笠原諸島てか、硫黄島は、やばい。霊感ないし、幽霊とか信じないと言ってた親父が、硫黄島から帰ってきたら、正反対のこと言い始めたくらいやばい。作業をしていると、黒い影が横切ったり、寝ていたら兵隊の霊が、部屋に来たりといろいろ、心霊現象体験した。
夜中に廊下の階段の方で足音がした時、俺は霊とか信じないんだけど、幽霊って本当にいるんだなぁと思った。硫黄島について宿舎に行く時、すごい大きな声が聞こえたから、少し前に来ていた隊員に、すごい気合い入れて訓練してるんですねって聞いたら、あなたも聞いたんですね。今日は訓練は行ってないですよ。硫黄島にしばらくいたけど、空いてる部屋にすごく気配があるからね。通るときはお疲れ様ですって頭下げながら挨拶は必須、先輩たちですから。そして宿泊するときは部屋の前に必ず水を満たしたコップを置いておきます。常に先輩たちに敬意を持っておけば、あんなことやこんなことにはなりません。硫黄島には空自も勤務するのだが、勤務した先輩の話によると、霊感のない人でも平気で日常のように見るとのことでした。しかし、いくら見かけても驚いてはいけないらしい。また、気づかないふりをして、すれ違わないといけないとの申し送りが、必ずあると教えられました。硫黄島空自の内務班では、森潮は欠かせません。熟考の私の元教官が、半年で白髪になりました。ご想像にお任せします。親父が、遺骨収集で硫黄島に渡った時に、見たっつうてたな。未だにトラウマらしい。硫黄島研修前の説明会で、ちょっとバカな同期が、硫黄島は幽霊が出る噂は本当ですかと質問しました。すると、教官は幽霊はいないが、英霊はたくさんいると普通に答えた。なお、日本人が行くと日本兵の英霊を見て、アメリカ人が行くと米軍の英霊を見るらしい。これもまた不思議な話。幽霊はいないが、英霊はたくさんいる。自衛隊の怖い話を知りたくて見ていただいた方、硫黄島のお話に興味を持っていただけたなら、このチャンネルリンゴ隊の過去の硫黄島の動画を見てもらいたいです。自分を犠牲にしてまで守りたかった日本、そんな人たちが日本にはいたんです。そしてその意思を受け継いでいるのが自衛隊です。自衛隊は練度が高く、やる気があっても防衛費が少ないので、もっと上げて日本を守れるようにしてください。弾も十分にありません。金槌でした。今回の動画いかがだったでしょうか。コメント欄にあなたの感想、自衛官への応援ぜひよろしくお願いします。このチャンネルは自衛隊の応援協力を目的とし、自衛隊応援部隊リンゴ隊として情報を発信しています。チャンネル登録ぜひお願いします。リンゴ隊と自衛隊のグッズスズリで販売中です。いいのがあればズキュンを押してね。今日も自衛隊視聴者の皆様ありがとうございます。お疲れ様でした。敬礼。日本が大好き。自衛隊に感謝感謝。自衛隊応援部隊、リンゴ隊、隊長のリンとラット塾長、海ちゃん、そらちゃんでした。リンゴ隊、まいえー。ねえ、ラット、プレミアム配信じゃなくて、プレミアン配信だよ。なんで無視するの？プレミアム配信。違う。